はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はお問い合わせでよくいただく質問、英語が下手でもアメリカアマゾンで商品販売することできるのっていうことに対する回答動画を撮らさせていただきたいと思います。先に結論から述べさせていただくと、十分できるが答えなんですけれども、それって結局お前、それただのお前の意見だろって言われたらそれまでなので、しっかりと事実ベース、また実際にどうやれば英語の壁っていうのを超えることができるのかについて掘り下げて話させていただきたいと思います。先に1点申し上げさせていただきたいんですが、私自分の経歴について話した動画なので、これ私です。英語講師をしてましただとか、日本語教師をしていて外国人に日本語を教えてましただとか、英会話の講師もしてましたなんて話したことが何度かあるんですね。もしその動画を視聴された方は、黒沢は英語が得意だからアメリカアマゾンできてるんじゃないのっていうふうに思ったかもしれないんですが、全くそんなことはありません。では早速事実ベースでまず話をさせていただくと、これが何よりも皆さんにとって心強いと言いますか、論拠とすればかなりしっかりしたものだっていうふうに考えていただけると思うんですけど、私の生徒さんの多くがそもそも英語って不得意なんですよ。もちろん義務教育で中学校、あとは高校で英語は勉強したものの、じゃあそれが今使いこなせるようになってるかっていうとですね、お仕事関係で英語を時々使う方っていうのは幾人かはいらっしゃるんですけど、基本的には皆さん英語を日常的に使う環境にもなければ、英語が得意っていうふうに思ってもいないっていう方の方が多いんですよ。せいぜい中学程度の英語ができるかできないかぐらいなんですよね。そんな自分でも大丈夫ですかっておっしゃってる方々が今自分の生徒さんとしていらっしゃるっていうことが、何よりもある種心強い事実なのかなと思いました。ただここで一応ね、語学講師をしていた人間として一言言わせていただきたいんですが、昨今の世の中だといろいろな翻訳ツールみたいなのが流行ってます。それについては後でお話しするんですが、じゃあ語学って全然やんなくてもいいのかっていうと、私はそうは思いたくはないというか思ってないんですよね。とはいえもちろんできるに越したことはないんですよ。なぜならばですね、ここにちょっと書かせていただいたんですが、これ語学講師としての意見です。語学っていうのは哲学なんですね。で、哲学ってなんだよって話ですけど、話者の真理だと思うんですよ。これ鶏が先か卵が先かの話に通じるんですけど、例えばスペイン人ってどんなイメージですかっていうと、情熱的なイメージってあると思うんですよね。他南米の人たちだって、いや例えば、まあ、ペルーだとかメキシコの人も情熱的なイメージがあると思うんですけど、それってやっぱり語学の影響ってかなり受けてると思うんですよ。鶏が先か卵が先かっていうのは、そのスペイン語を話してるから情熱的なのか、情熱的だからスペイン語を話しているのか、まあそれはどっちが先かはわからないんだけれども、少なくとも相互の影響っていうのは必ずあると思うんですね。まあこういうところから語学を勉強することによって、その語学を普段話している人々の心理っていうのも、実は言語学ベースで理解することっていうのが結構深くできるんですね。それが面白くてしょうがないので語学講師をやっているので、今回話す内容って、英語が下手でも英語が得意じゃなくてもアメリカアマゾンできますよって話なんだけれども、その語学の素晴らしさを否定しているわけではないという点だけはぜひご理解いただければ幸いです。余談が過ぎました、失礼いたしました。では今回の本題、私の生徒さんの多くが英語が不得意な状態で、なぜアメリカアマゾンで商品を販売することができているのかについて詳しく説明させていただきます。4つの具体的なポイントを書かせていただきました。まず1つ目、アメリカアマゾンのセラーセントラルと呼ばれるセラーの管理画面っていうのが、現在では完全に日本語化、正確に言うとほぼ完全に日本語化しているんですよ。だから日本のアマゾンやった方ならわかると思うんですが、本当に日本のアマゾンの管理画面と同じように日本語のアイコンだとかボタンだとかがあってクリックしていく形なので、セラーセントラル、セラーの管理画面の操作が日本語でできるので、そこに関しては英語が喋れる喋れないっていうのは基本的には関係ないという話になります。2つ目、テクニカルサポート、これセラー専用の問い合わせ窓口、サポート窓口なんですが、このテクニカルサポートも現在日本人が対応しています。で、括弧テルもメールもって書いたんですけど、要するに電話でサポートを求めるときも、メールでサポートをお願いするときも、メールであれば日本語の文面書いたら日本人が日本語で返信してくれますし、電話を希望される場合はちゃんと電話が日本人からかかってきます。というわけで、このセラーセントラル管理画面も、このセラーの問い合わせ窓口も日本語化、完全に対応しているっていう状況なので、何もかも
を英語でやんなきゃいけないって結構思い込んでる方いるんですが、この2点だけでも日本語対応してるってだけでもかなり障壁っていうのは下がるんじゃないかなと思います。さらに3点目、現在では Google 翻訳などなどの翻訳機能、自動翻訳機能、ネット上の翻訳機能っていうのがかなり優秀になってきました。で、この Google 翻訳を活用し、かつネット上のいろいろな検索ですね、例えばウェブ利用のネット辞書だとか、あとはその英語の気になる単語、衣服は英語で何というかとか、ファッションに関する英単語みたいなブログとかもありますよね。そういうものをしっかりと検索していくことによって、十分自分が例えば商品の説明を書いたりだとか、この素材が何々だっていうふうに書いたりだとか、その商品の名称っていうのは英語で何て言うのかっていうのを商品リサーチの時に調べたりするので十分できるんですよね。ちなみにこの Google 翻訳って、じゃあ具体的にどういうふうに活用していけばいいのっていうことについては、私が5日間の無料講座っていうのを出してます。各動画の下に5日間の無料講座に登録するページへのリンクが貼ってありますので、そちらご受講いただければ、5日間の中でしっかりと丸1日使って Google 翻訳の活用技術について勉強することができます。さらにこの Google 翻訳の活用技術なんですが、日本語を英語に直すだとか、英語を日本語に直すときじゃなくって、皆さんが商品を買い付ける、中国輸入やってる方もそうですよね、アリババとかタオバオ、 T モール、そういった中国のサイトの中国語と向き合う際にも Google 翻訳って必須ツールなんですよね。日本語を中国語に直したり、中国語を日本語に直したり。ですからこの Google 翻訳の活用技術って、別にこれから中国アメリカやろうかなって思ってる人ではなくても、中国商品を扱う人であれば、扱っている方であれば、ぜひぜひ覚えておいていただきたいので、そういう意味でも5日間の無料講座って、まあ本当無料ですから、ぜひぜひご登録いただければ幸いです。さて、最後のポイントです。ここもね、結構気にしてらっしゃる方いらっしゃるんですけれども、そのアメリカ人から商品に関する質問来たりしたらどうすんのっておっしゃってる方いるんですが、そもそも質問ってほとんどアマゾンにする人が多いんですよ。例えば商品の発送が遅れてるんだけれども、どうなってんのみたいなことっていうのは、我々そもそも大口セラーとして配送だとか、そういった料金の回収って任せてますよね、アマゾンに。だから対応もアマゾンの方にメールが行くようなシステムになっているわけですね。ただ稀に商品について直接セラーに問い合わせるっていうところをクリックして、セラーに問い合わせる権利もちろんお客さん持ってますので、本当に稀になんですけれども、連絡質問が飛んでくることあるんですね。しかしながら、そういった質問って Google 翻訳で十分翻訳して理解し、 Google 翻訳を使って返答できるレベルの簡素な質問の場合が多いんですよ。例えば、うちの息子の身長は何フィート何インチなんだけれども、何のサイズの服が合うかとか、この商品には iPhone X のこのサイズのスマホが入るかだとか、そういった簡素な質問が多いので、十分やはり Google 翻訳プラスネット検索レベルで対応できるという話になります。というわけで4点、英語ができなくても得意じゃなくても十分アメリカ Amazon で販売していける理由について話をさせていただきました。一番下こちらご覧いただきたいんですが、要するにですね、アメリカ Amazon で商品販売していくって言ったって、英語を使うタイミングって商品リサーチをするタイミング、アメリカアマゾンでこの商品の売れ行きどうかなみたいな感じで商品リサーチをするタイミングと、商品の出品登録をするタイミングですね。で、出品登録も長文を書くわけではなくて、ポリエステル 100% だとか、この重さは何ポンドみたいなことを、まあ、もちろんアメリカのね、あのセンチじゃなくてインチとかフィートで書いたりだとか、あのグラムとかキログラムじゃなくてポンドだとかオンスとかで書いたりする必要はありますけど、それもやっぱりネット上でその何センチは何フィートかっていうふうに簡単に無料で変換してくれるようなページがたくさんありますから、そういうのを使って十分に対応できるわけですね。さらに稀に来る質問に関しては簡素な質問が多いので、そこに関しても十分翻訳レベルで対応できるっていうことです。さらにですね、冒頭でお話しした私、英語講師、英会話講師、日本語教師やってましたよって話が関わってくるんですけど、要するに私の物販コンサルティングって私が当然ながら担当しているわけですから、万が一英語でね、 Google 翻訳で調べてもネットでいくら調べてもよくわからないよっていう英語の質問ありましたら、元語学講師の私にガンガン質問していただければ、少なくともサポート期間の6ヶ月間の中っていうのは、どのような英語関係の疑問であっても解決する自信はあります。まあ一応プロでやってましたから自信はあります。です
ですから、こういったことも含めて、私のサポートも含めてですね、アメリカ、アマゾンで商品を販売していく際に、英語が不得意であるからといって販売できないということは決してないという点、ご安心いただければなと思います。というわけで今回はお問い合わせの際によくいただく質問、英語が下手なんだけれども、全然喋れないんだけれども、アメリカ、アマゾンで販売することできるのっていうことに対する回答として動画を撮らさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。もしこちらの動画参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。では、失礼いたします。